今日は頭が悪いと幸せになれないのかについて話をしていきます。この問題についてとても深いことを教えられているのが仏教です。仏教というと普通は非常に難しいので頭が良くないとダメなんじゃないかと思うかもしれませんがそうではありません。 ブッダが悟りまで導いた人の中で、最も頭が悪かったのは、シュリハンドクというお弟子です。天才バカボンのレレレのおじさんのモデルになっています。仏教の教えは一つも覚えられませんでしたが、高い悟りを開いて、阿弥陀教というお経にも出てくる、 ブッダの代表的なお弟子です。一体どんなことがあったんでしょうか。シュリハンドクはバラモンの家に生まれ、マカハンダカというお兄さんがいました。お兄さんのマカハンダカは、とても頭が良くて、運動神経も抜群でした。それとは対照的に、 首里判読は頭が悪く、何を教えられても一つも覚えられません。日常生活もままならないほどでした。やがて、マカハンダカが仏教の教えに感銘を受けて出家すると、首里判読もお兄さんの言われるままに出家しました。ですが、 仏教の教えを聞いても、やっぱり一つも覚えられません。お兄さんは、少し厳しく言って、やる気にさせないと、このままではまずいと思って、お前は本当に愚かだな。ブッダのお言葉を一言も覚えられないのか。お前のようなやつは、仏道修行の器ではない。 と出席しました。首里判読は、世界でたった一人の頼りだったお兄さんから突き放されて、すっかり悲しくなってしまい、祇園少女の門の外に出て泣き始めてしまいます。ああ、もう自分は終わりだ。これからどうしたらいいんだろう。と途方に暮れて泣いていると。 その苦しい心の叫びを察知されたブッダがやって来られて優しく尋ねられます。そなたはなぜそんなところで泣いているのか。すると首里半読は私は頭が悪いために兄に追い出されてしまいました。もう家にも帰れませんし。 ここにもいられません。これからどうしたらいいかわからなくて泣いていたのです。と答えると、ブッダはこう言われました。首ンドクよ。悲しむ必要はない。そなたは自分の愚かさを知っている。世の中には賢いと思っている愚か者が多い。 愚かさを知ることは、最も悟りに近いのだ、と言って、優しく慰められたのでした。ブッダはやがて、一本のほうきと、塵を払わん、赤を覗かんという言葉を、ハ理判読に授けられます。それ以来、ハンドクは、掃除をしながら、 ブッダから与えられた言葉を必死に覚えようとしました。ところが、塵を払わんを覚えると、赤をのぞかんを忘れて、赤をのぞかんを覚えると、塵を払わんを忘れてしまいます。それでも首里判読は、掃除三昧を毎日、 二十年間続けたのでした。その間、一度だけ、ブッダから褒められたことがありました。そなたは何年掃除をしても上達しないが、上達しないことに腐らず、よく同じことを続ける。上達することも大切だが、根気よく、 同じことを続けることはもっと大事なことだ。これは他の弟子に見られない素晴らしいことである。仏教の教えの通りに長期間の努力、精進に耐えた甲斐があって、やがて首里判読はあることを知らされます。それは 塵理や誇りは、あると思っているところばかりにあるのではなく、こんなところにあるはずがないと思っているところに、意外にあるものだということです。それを通して自分の煩悩が知らされ、自分は愚かだと思っていたけれど、自分の気づかないところに、 どれだけ愚かなところがあるか分かったものではないと驚いて、ついに掃除一本で荒間の悟りが開けたと言います。こうして首里ドクは十六荒間と言われるようなブッダの代表的なお弟子になったのでした。このように仏教を聞いていくと、 今まで知らなかった自分の姿が知らされてきます。私たちも自分でも悪いと思うところがありますが、自分で自覚している悪は氷山の一角です。自覚のないところでどれほど重く恐ろしい悪を作っているかを、仏教の 真実の鏡によって見せていただかなければなりません。どんな人でも真実の事故をはっきり知らされた時に本当の幸せになれるんです。このように仏教は頭の良さにかかわらず男性も女性も等しく救われる教えです。 さらに、仏教の真髄になると、出家の人も在家の人も差別なく、煩悩あるがままで、変わらない幸せに救われます。それには、真実の事故を覆い隠している、私たちの苦悩の根源を知り、それを断ち切られなければなりません。 では、その苦悩の根源というのはどんなものなのかどうすればそれを断ち切られて変わらない幸せになれるのかもっと詳しく知りたい方は、概要欄のリンクを確認しておいてください。